お誕生日、おめでとう。あとで二人きりでパーティーしちゃおっか。さあ、最高のクリスマスが始まるわよ。君も早くおいで。君も飲み物どうかしら。一緒に乾杯しましょう。はーい、メリークリスマス。おかわりはいかが？遠慮しなくてもいいわよ。クリスマスパーティーなんだもの、思いっきり楽しまなくちゃ。どう？楽しんでるかしら？もしよかったらなんだけど、この後二人で。やっぱりなんでもないわ！君と過ごすクリスマス、とっても素敵ね。こんな幸せな時間がずっと続けばいいのに。今日は君の誕生日だもの。お祝いしないともったいないわ。それじゃ、乾杯！お姉さんに任せなさい。君のクリスマスを最高のものにしてあげるわよ。君と二人のクリスマスか。緊張なんかしてないわよ。私がリードしてあげるんだから。ちょっと派手じゃないかしら、この格好。まあ、君が気に入ってくれてるなら、いいんだけどね。一人のクリスマスに慣れちゃってたから、君と過ごすクリスマス、ちょっとドキドキしちゃうかも。メリークリスマス！大丈夫よ。酔ってなんかないから。ようやく私も表舞台で大活躍できるってことね。みんながクリスマスを楽しめるように全力でサポートするわ。これからよろしくね。やっぱり仕事上がりの麦シワは最高ね。あれ、ゆかりじゃない。どう、こっち来て一緒に飲まない？いいわね。お邪魔しちゃおうかしら。そう来なくっちゃ。じゃあとりあえず乾杯。乾杯。相変わらずいい飲みっぷりね。ゆかりと会うのずいぶんと久しぶりだけど、仕事忙しかったの？まあね、クリスマスシーズンってことでいろいろあってね。でもやっと落ち着いたし、当分はゆっくりできそうかな。それにしてもなんだかここのお店って客層変わった？なんだか二人客が多いような気がするけど。もう、ゆかりってば何言ってるのよ。クリスマス前だからに決まってるじゃない。え？あ、そっか、それでカップルばかりなのね。そうね、そんな季節だもんね。それで、あなたは？うち？うちは、彼氏が当日しか休み取れない感じだから、まあ、クリスマス当日はたっぷりイチャつく予定。そうなんだ。いたんだ、彼氏。そういうゆかりはどうなの？あ、私は特に、というか全く予定はないわ。とはいえ私だけ何もないってのはなんだか寂しいし、どうせ彼氏とデートなら当日私と会うこともないだろうし、ちょっとくらい見栄を張ってもいいわよね。私もそうなのよ。じゃなきゃこんなクリスマス前に一人で飲んでないわよね。そうよね。思いっきり見栄張っちゃった。
もう私のバカバカバカ。それでゆかりの彼氏ってどんな人なの？すっごく気になるわ。ねえ、私がよく知ってる男の人って言えば、彼しかいないわね。年下なんだけど。ちょっと意外。そっか、ゆかりってば年下趣味だったか。あ、もしかして理想がいないなら自分で育てちゃえ的な感じ？別にそういうのじゃないわよ。そりゃちょっと放っておけないなってところもあるけど、失敗しそうな人がいれば一緒に悩んで止めようとしてくれるし、その後のフォローもしっかりしてくれるし、責任感もあるし、私の飲みすぎでの失敗とか、なんていうかミステリアスな部分もあるけど、まっすぐで真面目で一緒にいて落ち着くっていうか。なんか年下とは思えないわね。興味出てきちゃった。ね、普段はどんなことしてる子なわけ？いつも困ってる人を助けてるし、今日もそうなんじゃないかな。ちょっと無理すぎちゃったけど、間違ってはないわよね。すごい。なんだか自分で言っといて恥ずかしくなってきちゃった。でもいいわよね。どうせ貼るなら立派な見えで。ほらほら、もっと話聞かせなさいよ。麦酒は足りないんじゃない？そうね。すみません。おかわりください。なんで君がここにいるの？もしかしてゆかりの彼ってこのウェイターさん？ゆかりは知らなかったの？じゃあ偶然なんだ。すごいじゃない。いつもはこの店でバイトなんてしてなかったわよね。どうして困ってる人は放っておけないってこと？もう本当お人よしなんだから。すごい、ゆかりの言った通りの子だわ。若いのに偉いわね。そんな理由で人助けをしてるの？でもそういうところも君らしいわね。すごい、ゆかりの言った通りの子だわ。若いのに偉いわね。ねえ、ちょうど今君の話してたんだね、ゆかり。なんでもないから気にしないで。いいじゃない、もうちょっと話聞かせてよ。そうだ、失敗しそうな人を止めたとかって話気になる。だからそれは私の飲みすぎでの失敗を止めようとしてくれた時の話じゃない。君、分かっててごまかしてくれたのかな。ありがとう。でプライバシーに関わることだもんね。ごめん。本当に真面目なんだね。あ、もう行っちゃうの？お仕事中だから。責任感あるじゃない。やっぱり私をかばってくれてるんだ。本当に忘れてるだけかもしれないけど。本当だ、ミステリアス。この話はここまでにしようね。彼も困ってるし。あ、もう行っちゃうの？お仕事中だから。責任感あるじゃない。いや、本当に実在したんだね。ごめんね、ゆかり、実はちょっと疑ってた。気にしなくていいわよ。なんとか切り抜けられたみたいね。お、彼氏くん、おかわり持って戻ってきてくれたわよ。ありがとう。ねえ、彼氏くんも楽しみにしてるんじゃない？
何ってクリスマスよ。デートなんだよね。あそんな話彼にしても、あどうすればとりあえず飲もう。じゃ、ゆかり？そう、明日ね。待ち合わせは正午の前の鐘の時間に広場の釣り前でいいわよね。楽しみにしてるから大丈夫。はいよね。そうなんだ。じゃあ今日はそこそこで切り上げよっか。ゆかり？おーい、ゆかり？彼のおかげでなんとかなったわね。はあ、突然誘うなんて悪いことしちゃったわ。ああ言った手前、彼の性格なら明日は本当に待ち合わせに来てくれるだろうし、その時にお詫びとお礼しておかないと。クリスマスに二人で。え？私、クリスマスデートの予定しても、さすがクリスマスね。周りはカップルだらけだわ。大丈夫よね？うん、服装もバッチリ。気合よ、ゆかり。いざという時のために買っておいた大人の女性のためのライフスタイル雑誌でクリスマスデートプラン特集でデートプランも調べたし、今日は私が大人のお姉さんとしてしっかりリードするんだから。もう来ちゃったんだ。まだ時間には早くない？楽しみだったから。あ、そう、実は私も。で、そうじゃなくて、今日は私がしっかりリードするんだから、浮かれてるところなんて見せていいわけがないわ。まあ時間前行動は社会人の基本だもの。私にとってはこれくらいいつも通りなんだから。でもどうしよっか。最初に行く予定のカフェ、開店時間にはまだちょっとあるのよね。で、ダメよゆかり、こんなことでうるたえてちゃ。ああ、大丈夫だからね。今日の予定は全部決めてきてるから、君は大船に乗ったつもりでいていいわよ。お姉さんに任せなさい。君はついてくるだけでいいからね。よし、じゃあとりあえず早めに行ってお店の前で待っていましょう。いい返事ね。それじゃ行くわよ。今日のスケジュールは完璧なんだから。よし、じゃあとりあえず早めに行ってお店の前で待っていましょう。まさかこんなに人が多いなんて。それはそうか、雑誌で取り上げられてるようなお店だもんね。ごめんなさいね。まさかこんなに並ぶことになるなんて。え、待ってるのも楽しい？そうね、そういう大人の余裕も大事よね。なかなか列進まないわね。いざ二人きりでデートってなるとうまく会話が続かないわ。変な話題振るわけにもいかないし、どうしよう。やっ
れたけど、すごく混んでるわね。それにカップルばかりで。私たちもカップルに見えるかな。なんでもないわ。こっちの話意識しちゃって彼の顔まっすぐ見れないわ。混んでるせいか注文を取りに来てくれないわね。まあゆっくり待つのも大人の。ダメよ、ここで時間無駄にしちゃうと次の予定が。よし、お店も忙しそうだし移動しましょう。大人には切り替えの速さも必要よ。次の予定はクリスマス限定販売のスイーツね。焼きたては格別らしいけど、あのお店でしか買えないのよ。ビターな味が魅力の大人の味らしいわ。そろそろ焼き上がりの時間だから早く行かないと。あった、あのお店ね。いらっしゃいませ。整理券はお持ちでしょうか。え、あ、持ってないです。そうでしたか。こちら前日までに配布した整理券をお持ちの方が優先となっておりまして。そうですか。そんなの必要なら書いておいてよ。もうダメダメじゃない。でも次はツリーを見に行くだけだから大丈夫よ。多分、ほら行きましょう。ここよ。どう？すごいツリーでしょ。そうね、待ち合わせ場所ここだったわね。私ってば何やってるんだろう。一夜漬けのスケジュールだからめちゃくちゃじゃない。泣き言ばかり言ってもしょうがないわね。ほら、あそこの露店でクリスマスツリーの展示をやってるのよ。気に入ったツリーがあれば買って帰ることもできるんですって。もちろんこうやってただ見ているだけでも楽しいから、デートにも最適って雑誌に。もちろんそんな受け売りじゃなくてね。私は大丈夫よ。大人のお姉さんに任せておきなさいって。これまではちょっといろいろあったけど、ここでツリーを見た後の予定も決まってるんだから。あら、何か引っかかって。そう見えちゃった。って別に無理なんかしてないわよ。ほらこの通り元気だからね。だから早く。あら、何か引っかかって。あっ、何？ツリーが。お客様。びっくりした。ツリーが倒れてきたの。君、お客様、お怪我は？私は大丈夫です。でも彼が私をかばってくれて。君こそ。よかった、無事みたいね。ええ、私は平気よ。申し訳ございません。こちらの展示品の固定が不十分でした。今すぐに片付けますので、お客様たちはこちらに。いえ、私たちは大丈夫ですから。それに引っ掛けちゃったのはこちらですし、もし壊れてたら弁償しないと。はい、お客様に支えていただいたおかげでツリーにも傷はないようです。そうならよかった。大変ご迷惑をおかけしました。こちらこそごめんなさい。君もごめんね、変なことに巻き込んじゃって。私のために危ない目に遭わせちゃったし。
子は叶わないな。あれ？でも彼の笑顔を見たのって今日になって初めてかもしれない。ずっと一緒にいたはずなのに、デートプランをこなすことばかりに気を取られて、こんなことにも気がつかないだなんて。大人のお姉さん失格よ。今の私が元気？そんなわけないわよ。でもなんだか不思議、君に言われるとそうだったような気がしてくるんだもの。背伸びばっかりしててもしょうがないわよね。今はこの時間を楽しまないと。君から見た私っていつもこんな風に見えてたんだ。っていつもいろんなところ見られちゃってるものね。取り繕っても仕方ないか。背伸びばっかりしててもしょうがないわよね。今はこの時間を楽しまないと。予定はもういいから、あとはのんびり過ごしましょうか。せっかくのクリスマスなんだもの。クリスマスデートプランはうまくいかなかったけど、こうして二人で何もしないで歩くのも悪くないかも。無理してリードするより自然体が一番よね。すっかり日も暮れちゃったわね。これからどうしよっか。そう、じゃあ私はここで待ってるから。まあ彼らしいといえば彼らしいか。やっほー、ゆかり。わあ、なんであなたがここにいるのよ。なんでって、あなたたちと同じでクリスマスデートよ。でデート中にあなたたちを見かけて邪魔しないでおこうかなって思ったんだけど、彼氏くんどこか行っちゃうしって、まさかここでお別れだった？違うわよ、そういうのじゃんなのって。冗談冗談、聞こえてたって。そっちもなんだかいい雰囲気じゃない？そうかしら。もっとギクシャクしてるかと思ったけど、デート中にお手洗いに行く程度にはいい感じに力が抜けてて安心したわ。それはまあいろいろあって。そうだ、この近くに夜景スポットがあるの知ってる？雑誌にも載ってた気はするけど、ああいう場所って人多すぎて大変じゃない？確かにそうだけど、すっごく雰囲気いいからさ、関係を進めたいここぞって時にぴったりだよ。関係を進めたいって。いやでも今は彼と二人でのんびり歩くのが楽しいから。ずいぶんとのろけるじゃない。別にそういうのじゃ。そろそろ彼氏くんも戻ってくるかな。こっちも彼氏待たせてるし、そろそろ行くわね。それじゃ頑張ってね、ゆかり。行っちゃった。でも関係を進めたいここぞって時か。私たちにはまだ早いと思うけど、でももし彼から誘ってくれたら。いやあ、なんでもない、なんでもないわ。独り言だから気にしないで。これからどうしよっか。行きたいところがあるんだ。いいわよ、行きましょ。ここ
して、さっき言ってた夜景スポット、ここに行きたかったんだ。よく知ってたわね。もしかして関係を進めたいここさって、今なの？どうしよう、いきなりのことで心の準備が。落ち着くのよゆかり、ここは大人のお姉さんとして心の余裕を。無理、まだ早いって言い切れるほど浅い関係じゃないし。でも、だけどそれって、あのね、あって、あれ、いない。これってもしかして、私に告白するための準備を。どうしよう。落ち着くのよゆかり。大丈夫、私は大丈夫だから。心の準備もできて。いきなりって、あれ、これってホットドリンク、これを買いに行ってたの。クリスマス限定の。じゃあこの場所に来たのってこのために。そうなんだ。違ったんだ。何期待しちゃってたのかしら、私ったら。そっか、まあそうよね。あれ、私こんなにがっかりしちゃってる、何なのかしらこの気持ち。もしかしたら私の方が年上だからって不安はないわけじゃないから、もしかしたらそれを埋めてくれるような何かを期待しちゃってたのかな。私、クリスマスデートなんていろいろ準備して浮かれてたのは私だけだったみたい。私、それだけ彼のことが気になってたんだ。でも、なんでもないよ。ちょっと湯気が染みただけ。どうしてこのドリンクが売ってることを知ってたの？私から急に誘ったのに、あの短い時間の間で？なんだ、そっか。君も私のためにいろいろ準備してくれてたんだ。クリスマスを楽しみにしてたのって私だけじゃなかったんだ。そうだよね。君はいつもマイペースだけど、ちゃんと私のことを考えていてくれるから。なんだろう。今とっても、私、幸せ、かも。そっか。これって、君からのクリスマスプレゼントだね。こうしてクリスマスを二人で過ごしてるってだけで特別なことなんだもの。私と？そっか。そういえばあなたといる時って私だけが何かしら飲んでたものね。こうしてクリスマスを二人で過ごしてるってだけで特別なことなんだもの。とってもあったかいわね。このドリンクもだけど、君も。ありがとう。とっても嬉しいわ。メリークリスマス。で、ドリンクだけじゃなくてお菓子まで？そんなに買っちゃって大丈夫？私と一緒にクリスマスを楽しみたいから。なんだかちょっとしたクリスマスパーティーみたいね。
急に誘っちゃってごめんね。今日はいろいろあったけど、とっても楽しかったわ。ここまで来ればもう一人で帰れるから。ありがとう。それじゃあ、言葉に甘えちゃおうかな。クリスマスのイルミネーションのおかげで明るいし。それだけじゃないわね。この光って。あ、眩しい。仕事なのよ。飲まなきゃやってらんないわよ。うん、大丈夫よ。ちゃんと仕事は終わらせてから飲めるから。っていうか、冬休みだって言ってるのに呼び出ししてさ、自分らは家族サービスって帰るのひどくない？独身女性のクリスマスがどれだけ大事かって話よ。私だってね、クリスマスくらいピシーッと決めたいのよ。わかる？おしゃれディナーにイルミネーション、プレゼント交換して。それなのに、それなのに、職場帰りにコンビニで麦仕事なんてあんまりじゃない？あんまりよね。自分で自分にクリスマスプレゼント買っちゃったわよ。君、今暇よね。暇を持て余してるわよね。よし、オッケー。よし、今からクリスマスデートよ。ついてきなさい。じゃあすごく暇ね。オッケー。よし、今からクリスマスデートよ。ついてきなさい。早速繁華街をリア充っぽく練り歩くわよ。だってクリスマスだもん。あそこ、あのテラスのお店、あそこに行きましょう。大丈夫よ、あそこお姉さんの行きつけなのよ。あれ、柵があって入れない。っていうか、こっちって出口？あれ、入り口どこ？わかんないわね。もういいわ、次行きましょう。次、どう？こんなお店は入ったことないでしょ。今度こそ大丈夫。突撃。え、今日は予約客だけ？はい、じゃあ一杯だけ、一杯だけでも。はい、すみません。何やってんだろう私。ごめんね、なんかいろいろと。こんなんだからクリスマスにも仕事ばかりで何にもなくて。君の行きつけの場所ってゲームセンターか。君らしいわね。クレーンゲームか。景品もクリスマス仕様になってるのね。どれどれ。あのサンタ帽子とかいいんじゃないかしら。よーし、お金はお姉さんが出してあげるから取っちゃいましょう。ほらほら、慎重に慎重によ。こういうのは集中力が大事なんだから。あ、やったー。すごいじゃない、一回で取れちゃった。え、これくれるの？ありがとう。君からのクリスマスプレゼントだね。じゃあ次の場所？
けど。あっ、なんでもないわ。ちょっと驚いただけだから。いきなり手なんてつなぐからびっくりしちゃった。もうそんなに引っ張らなくてもちゃんとついていくから。こんな風に手を引っ張られるなんて、なんだかドラマの一場面みたい。それに結構力も強いし、男の子なんだね。私笑ってる。やだ、そんなにまっすぐ見られちゃうと。あれ、なんだか急に。大丈夫大丈夫、ちょっと急に熱くなっちゃって。大丈夫だから。なんだろう、顔が熱いわ、胸もドキドキする。これってなんだろう、酔いがまた回ってきちゃったのかな。つないだ手から心臓の鼓動が伝わっちゃいそうで恥ずかしい。でも今はこの手を離したくないな。はーい、お疲れ。何よ何よ、随分と見せつけてくれるじゃない。大人のお姉さんぶりたい気持ちとピュアな女の子みたいな部分、どっちもゆかりなんだから、そういうところちゃんと理解してあげてね。って言うまでもないか。今回はよくやったわね、褒めてあげる。これからも頑張んなさいよね。それじゃバイバーイ。なんだろうこの枕、あったかいけどしっかりしてて安心して寝ていられる。君の顔も見えるし居心地いい。って、あ、ごめんなさい。思いっきり寝ちゃってた。大人のお姉さんなのに思いっきり寝顔を見られて。でもさっきの夢みたいに彼にだったら素顔を見せるのも悪くはないわよね。あのね、改めてありがとう。今日は楽しかったわ。本当に楽しんでくれたの？ならよかったわ。本当最高のクリスマスデートだったわ。そうね、約束よ。本当最高のクリスマスデートだったわ。クリスマスもお姉さんに任せなさい。クリスマスにこうして君と二人でいるのってなんだかとっても新鮮ね。さあ楽しい時間にしましょう。クリスマスのランドソルってたくさんデートスポットがあるらしいのよね。行ったことないけど、一緒に行ってみる？
んな風に男の人と二人きりでクリスマスを過ごすことになるなんて。想像くらいはしたことあったけど、実は不安の方が強かったんだ。私の方がお姉さんなのにね。でもね、君とのクリスマスは思ってた以上に楽しくて、時間があっという間に過ぎていくの。ありがとうね。さすがクリスマス、周りはカップルばかりね。私たちもそう見えてるのかしら。なんてね。今日は本当に人が多いわね。はぐれないように言って、つないでおきましょう。君の手って温かいのね。クリスマスのランドセルって綺麗ね。え、寒くないかって？私は大丈夫よ。君と一緒にいるだけで、あったかく感じるから。私の方が年上なんだし、君をしっかりリードしてあげないと、なんて思っていたけど、そんな必要はなかったみたいね。君と二人でただ過ごすだけで、こんな満ち足りた気分になるんだもの。この時間が最高のクリスマスプレゼントよ。とっても素敵なクリスマスよ。私、今日のことはずっと忘れないわ。これからも、また次のクリスマスも一緒に過ごしましょうね。このキャラは才能開花ができるようですね。才能開花について説明いたします。聖夜の私は一味違うわよ。メリークリスマス。
なが素敵なクリスマスを過ごせるように、私が全力でサポートするわ。さあ、最高のクリスマスが始まるわよ。君も早くおいで。私だって、可愛いものは好きでいいわよね。ゴロゴロするのって最高ね。あとは麦しわがあればな。ポカポカする、なんだか喉が渇いてきたわね。クリスマスデート完全攻略マニュアル？読んでおかなくちゃ。クリスマスらしい飲み物も結構いいわね。私も今度作ってみようかしら。行くわよ。はじめの一杯ね。聖なる力よ。青き光よ。逃がさない。えい、聖なる力よ。そこよ。もう一杯いいわよね。聖なる力よ。メリークリスマス。私に任せて。聖夜の一杯よ。青き光よ。逃がさない。えい、締めの一杯にしましょう。聖なる力よ。青き光よ。そこよ。メリークリスマス。私に任せて。聖夜の一杯よ。逃がさない。聖なる力よ。えい、幸せなクリスマスになりそうね。お宝ゲットだにゃ。みふゆさん、頑張ろうね。聖なる力よ。決めるわ。いい効率ね。あなたに力、効率的にいくわ。貫け、レビアタンランス。お見事です。あたしが遊んであげなきゃ。青き光よ。勝利は目前にゃ。優雅でない。ご覧あそばせ。ゴージャスに行きますわよ。ノーブルイルミネーション。激しいにゃ。決めるよ。神聖なるシュドウ、セブンスヘブン。やりますわね。あたしが遊ぶ。私に任せて。聖夜の一杯よ。決めるわ。私だって貫け、レビアタンランス。やるにゃ。任せるにゃ。うにゃー、いやにゃー。なかなかですわ。やったね、たまきさん。ゆかりのおかげで楽勝だったにゃ。